堀美央奈です。はい、今日はちょっと最近の購入品を紹介したいと思います。購入品って言っても結構洋服とかはいろんなところでネットとか、まあ、あとザラとか海外からの輸入のところとかいろいろ見て洋服を決めることが多いんですけど、数ヶ月に1回ご褒美で現金をね握りしめてハイブランドで欲しいものを買うっていうのを20歳過ぎてくらいから自分のルーティーンとしてご褒美として決めていて、2023年に入って初めての、大きなお買い物をしました。それがこちらです。じゃーん、シャネル様。私夏服がすごい好きで、夏服ってすごい軽いし、あと肌見せ、オフショルだったりショーパンだったり肌見せでちょっとこう抜け感が出て可愛いところが好きなんですけど、ずっとねシャネルのサンダルが欲しいなと思って 2,3 年かなずっとネットで調べてて、今回可愛いサンダルを見つけまして、店舗の方に 2,3 回通って自分の中で考えて、シャネルさんなのでお値段は張るんですけど、これは大事に、なんか素敵な靴って素敵な場所に連れてってくれるってよく言うので奮発して購入しました。シャネルはタイに行く時の免税店、空港でフラットシューズみたいなのを何年前かに買った以来でして、じゃん、かわいい。この動画を撮るために開けずにずっと撮っておきました。海外だとカードなんですけど、国内だと割と現金で支払いすることも多いので、高いものを買うときは現金にするって決めてて、ちゃんとお金を払ったっていう認識を持ちたいのと、大事にするぞっていう、まあ、決意を込めて。カードすごい楽なんですけど、やっぱ使ってる感覚がなくなっちゃうときがあるので、今回は現金で買いました。開封したいと思います。本当に可愛いの。色がホワイトもあったんですけど汚れちゃいそうだなと思ってブラックにしました。じゃーん、美味しそう。もはやいいところのはちゃんとこうやってシューズ袋みたいなのがついてくるから嬉しい。海外に持ってく時とかちゃんとこうやって入れて持ってってます。意外とね、あ、なんでもない。これ何かと思った。うん。こちらでーす。かわいい。私にしてはヒールが高い方なんですけど、まあちょっとヒールがある靴、サンダルも持ちたいなっていうのと、やっぱ、ミニ丈のものとか着た時にスタイルよく見えるので、で、すごい歩きやすいんですよ、これ。もう何回も履いたからわかるけど。サイズは38です。プニプニな加工も好きだし、さりげなくこうシャネルのねマークが入ってるのが可愛くて買いました。嬉しい。お値段は可愛くないんですけど、大事に何年も何年も履いていきたいなと思います。今まで大切に使ってきたバッグとか服とかもクリーニングに出してまた使ったりとかいろいろしてたんですけど、とにかく洋服が多くて、ついに私一部屋丸ごと衣装部屋にしてて、で棚が3つあってそこもパンパンで、棚とは別にもう一個棚を作ったんですけどそこもパンパン で横にあるハンガーもパンパンで服が入らない状況になっちゃったので、これはさすがにと思って、3月21日に私がエイノイムってファンクラブをやってるんですけど、ファンクラブのイベントがあるんです、都内で。でそこで同じ会場でファンクラブイベント前に女性限定のフリーマーケットを行おうと思いまして、いろんな方法を考えたんですけど、前にTGC 静岡さんでフリーマーケットやらせていただいて、私も現場覗いたりとかしたんですけど、洋服好きだったり、あと私のことを応援してくださってる人がわざわざ来て嬉しそうにこう洋服を持って帰ってもらうのが嬉しくて、私が大事に着てた洋服を純粋に着てほしいっていう思いで、コート、春夏服も秋冬服もたくさんご用意したので、お値打ちな値段になってるので、ぜひエイノイム会員、ファンクラブ会員じゃない方も暇だよっていう方はぜひぜひ遊びに来てください。詳しいことは私のインスタグラムとツイッターの方でまた告知しますので、もしよければ、ついでにファンクラブイベントも、そしてフリーマーケットの方は女性限定なんですけど、よろしくお願いします。ずっとずっと大事に着てた服たちなので可愛いものしかないと思います。はい、ということで今日の購入品
紹介でした。よかったと思う方は、グッドボタンとチャンネル登録と、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。